前になっていく。何が正解で何が間違いで、私たちは正解なのか、君のために耐えられるのか、君のために立ち向かえるか、自分のためじゃなく君のために君のことを愛していけるのか。私たちはこの愛を、この気持ちを抱えてどう生きていくのか。そればっかりが怖いんだ、怖いんだ。この気持ちは本物なのに、愛だけが確かにあるまま、ただ平等に、平等に、確実に、単純に、滑稽に、朝日は昇る。それに対抗する術を私たちは知らない。私たちは負けてしまうかもしれない。私たちは弱くて儚い生き物だから。